あの有吉の番組で紹介されたらしいんですね。なんかあのもうあのこれあのツイッターから拾ってきたんですけども、テレビ画面を直接撮影した画面らしいです。で、どんなユーチューバーかっていうですね、内容証明が。 まあまあまあですね、えー、まあここも前振りなんですけどもあの秀明が描きたかった「シン・ゴジラ」というやつで岡田潮せみたいなこんな,なんかサムネ風に書いてるんですけどもこんなサムネあったかなまた、あ、適当に作ったのかもわかんないですね「ルパン三世サラダイトきルパン。一応最新作から持ってくるところが良心的ですね写真に関しては最近著作権の扱いが厳しくなってきたのであの本人の了解なしもしくは所属事務所の了解なしにその本人の写真を使ってはいけないただし イラストに関しては、はこの限りではない,っていうですね。まあそういう社会通例というかねなので似顔絵もあることが重要であってですね別に似てることがまあ別に大事でも何でもないと僕がフリップをあの毎回毎回紙にして出しているのも,もうそこら辺が理由なんですけどもデジタルデータで例えば僕が宮崎さんのアニメの画像をそのまま出してこれを語るとです、ね、かなりちょっと グレーゾーゾンででもやや黒の方に近づくんですねで。それをフリップに印刷してここに出してで全画面表示しなくてこう,こういうふうな画角で扱ってるとグレーゾーンの中でもどんどんホワイトに近づいていくんですね、まあ、ここら辺はまだあの日本ではです、ね、訴訟沙汰になって判例にまでいってる例がほとんどないので,です、ね、みんなそのグレーゾーンの中のやや白か黒かでずっとやってるんですね。でそういういいいのに対して、すごい潔癖ななな人は、完全な白でない限り、 やりたくないとかですね。完全な黒でない限りオッケーだろうとかですね。いろんな人がいても、ユーチューブにしてもですね。テレビ番組にしても成立しているわけですね。